はい。ということで、今回なんですけれども、信用取引について解説していきたいと思います。そもそも信用取引って何なのか、それによるメリット、そしてデメリットというか注意点ですね。どちらかというと、この注意点の方がすごい大事になってくるんで、動画最後までご覧いただければと思います。というところで、まず早速やっていきたいんですけれども、信用取引とは何なんですか、投資資金の約3倍まで取引ができるようになる口座のことです。簡単に言うと、これですね。 でこれ講座を作った初期状態では信用取引口座っていうのは解説されていないので別途自分で申請が必要となりますまあ、これ別途申請が必要っていうのは株初心者はあんまり触らないでくださいねっていうことなんですよねまあ、それぐらいこモロハの剣というか、まあ、主人公の必殺技感があるのがこの信用取引となっておりますで信用取引って4つの種類があるんですね 一般的に信用取引ってただただ言った場合はだいたいこの左上の制度信用取引と言いましてまあ半年以下の期間で持つこの制度信用まあこれがもう一番メジャーな信用取引ってやつですねあとは期限を気にせずにもうずっと持っとくっていう信用取引これは無期限の一般信用ってものがあるんですけれどもこれもあります であとは短期的に14日間とかですねそういう短い期間で持つやつもありますあとはデイトレードとかで使えるような1日信用取引っていうのもありますまあ1日信用取引に関しては証券会社によっていろんなルールがあるんでまあ様々異なるんですけれどもまあ一般的には信用取引イコール制度信用イコール半年の期限があるっていう理解で問題ないです さあでは信用取引のメリット4つあるんで解説していきますまず1つ目はこれですね少ない資金で投資ができる、まあ、これにつきますねそして信用取引のメリット2つ目減引きをすると信用取引で買ったものを現物にできるということですね例えば今手元にお金がないとでも来週ボーナスが 大きいお金が入るっていう状態でも今株はもうこの価格で買っておきたいとなんかもう来週になったらもっと上がりそうな気がするっていう時とかに一旦信用取引で100万円分とか、まあ、何円でもいいんですけれども買っておいて信用で持っておいて後で現金を振り込んでその100万円を現物に交換するっていうこともできます まあそれをやると何がいいのかっていうと信用取引のままずっともっと行ってもいいんですけどそうなってしまうと金利とかがかかってしまうんで金利はちょっと後ほど説明するんですけどまあそういったもろもろの諸経費がかかってしまうので、まあ、お金があるならもう現物で買うに越したことはないんでまあそういう形で現物に交換することもできますと例えば一旦信用で買っといて優待の直前になったら現物に変えて優待をもらうとかそういうこともできるっていうのがこれメリットですね 信用取引メリット3つ目。同じ銘柄を何回でも取引できる。まあ、回転売買なんていうふうに言われたりしますけれども、これも相当メリットですね。あの、現物だったら100万円の株を1回買って売って、買って売ってって何回も繰り返しはできないっていうルールがあるんですけれども、信用取引の場合はね、そういうルールがないので、まあ、100万円の銘柄を何回も買って売って、買って売ってっ、て1日でね、まあ、デイトレとかする人は、これ非常に使えるテクニックですね。 まあただ、あのもちろん買い付け手数料っていうのはかかるんですけれども、まあ、手数料を払えば何回でも取引できますというのがメリット3つ目ですね。はい、そして信用取引のメリット4つ目。これが最大のメリットだと思います。空売りができるようになると。まあこれぞね、まさにこう必殺技みたいな感じですよね。漫画の主人公の必殺技感あると思うんですけど、今までは上昇局面でしか戦えなかったのが、下落局面でも戦えるようになるみたいな。 まあ新しい技っていう感じなんですけれどもまあこのメリットは下落局面で戦えるもう一個は優待クロスができるようになるっていうことですねこの2つちょっと解説していきたいと思いますそもそもじゃあ空売りって何なんだとなんか聞いたことあるけどかっこいいけどよく分かんないって人いると思うんで解説していきます例えば株価が1000円の株があるとしますそれを空売りします空売りっていうのは証券会社から株を借りてきて普通に買うんじゃなくてもういきなり 売りりから入るるショートっって言ったりするんですすけども空売りしますとでこの株価1000円のものが株価800円まで下落したってなった時に利益が出るんですよねだから普通だったら1000円で買ったやつが800円になったら200円マイナスで損失なんですけど空売りはそれの逆なんで利益が出ますということで下落局面なんたらショックの時とかもこの空売りを仕込んでおくことによって利益が取れますよということですね。 まあ要するに自分のトレードの幅が広がる上昇局面でも下落局面でも対応できるっていうのはこれがかなりメリットですねそしてもう一つは有袋クロスですねこれも相当メリットかと思うんですけれども優待クロスって何かっていうと株主優待の権利日よりも前に現物の買いいわゆる普通の買いですねそれと空売り、信用の売りを同時に注文するっていうのがこれ有袋クロスというふうに言います これ何のメリットがあるかというと株価の変動を無視することができるっていうことですね。だから優待だけ取れてしまうと。ただこれ最近すごいこの優待クロスって人気になってきてて対策してる企業も増えてきているっていうのが実際のところですね。 株主優待ってその日1日だけ権利日の1日だけ持っておけば株主優待ってもらえてしまうんですけれども優待クロスがちょっと流行しすぎてて優待だけタダ取りされることが増えたんで企業側としても半年間持ち続けた人じゃないと優待もらえませんとか1年間持ち続けた人だけとかねだからそういう対策をしてきてるっていうのが現状ですね。 例えば、じゃあ、優待クロスのもうちょっと細かい例なんですけれども、現物の買いを入れておきますと。まあ、の株でもいいんですけど、例えばマクドナルドとか買っときますと。ただ、この株主優待って、 優待のの権利落ち日の下落ち下がすごいんですよ、ね、だから人気優待とかはもうその優待の権利取って次の日も売っていいよってなるともうすごい株価下落して極端な話3000円のメロンのためにマイナス2万円になりましたみたいなこれよくある話なんですよそういう下落をヘッジするリカバリーするっていうので空売りも同時に仕込んでおくってことですねそしたら現物の買いマイナス2万円になりましたでもそこで空売りも一緒に入れてるんで空売りで その下落分の2万円はプラスになるだからマイナス2万円の損失とプラス2万円の利益が相殺されますよということですねだからこういう優待が欲しいがためだけに実際株価そのものがその優待以上に下落してしまうっていうリスクをヘッジすることができるっていうことですねここまでが信用取引のメリットでございますで、ここからがどちらかというとめちゃくちゃ重要なんですけれども信用取引の注意点説明していきたいと思います 信用取引の注意点は自分の持っているお金よりも損する可能性、まあ、やっぱこれに尽きるかなというふうに思いますねまあ現物で取引している分には自分が100万円持ってますとその100万円はもうまあ最悪なくなってゼロになっても100万円がなくなるだけなんですけどこれ信用取引している場合この100万円以上に損してしまうことができるんでそこがやっぱりね一番の注意点かなと思いますもうちょっとイメージ細かく言うと現物取引だった場合自分の 資金が50万円だったとしますでこの50万円が半分になりましたと。そしたら、マイナス25万円。で、残って25万円。で、負債は0円ですと。ただ、これがじゃあ、50万円の信用取引だったら3倍なんで、150万円まで取引できますと。で、その150万円が半分になってしまいましたと、マイナス50%食らってしまった場合に、これ、損失が75万円になるんで、150万円の半分ですから、75万。だから、残る資産は0円。 むししろ負債が25万円残ってしまうとだからこの負債の25万円はもうどこからかしら調達してこないといけないっていう話ですね。まあ、だからこれが一番のやっぱり恐ろしいところですね。あとは信用取引やるなら必ず知っておかないといけないのはお衣装ってやつですね。追加証拠金の略なんですけども追加証拠金なのに略称にするとお衣装っていうのがね、まあ、ちょっととっつきづらいなと思うんですけれどもまあ例えば50万円保証金がありますと。 でその50万円を元手に150万円の買いをしたとしますとただこれがなんたらショックとかで大幅に株価がガーンって下落した時にこの足りない分を払ってくださいねと追加でお金を入れてくださいねっていう仕組みですねまあ詳しくはもうここに書いてる通りなんですけどもこれ楽天証券だと最低30万円の保証金が必要ですしこの維持率が20%を割り込むとお衣装が発生するっていうそういうルールがあるんですね でこの維持率とかは、自分の証券会社ログインしたら出てくるんで、そこで簡単に見れるんで、別に複雑な計算はいらないですね。で、自分の持ってた株が下落、大幅下落して、おいしが発生しましたと、その場合、具体的にどういうフローになるかというと、まあ、この画像の通りなんですけれども、その日1日の大火消の時点で、維持率が20%を下回ってしまいましたよと。なんですけれども、次の日、じゃあ、例えば相場が回復して、 もう全面だが戻りましたってなったらあじゃあお衣装いらないんですかお金払わないでいいんですかっていうといやそれは違いますと入金前に維持率が20%を下回った時点で入金は必要ですということですねでこれ追加のお金を入れないとどうなるかっていうと勝手に自分が持っている株が決済されてしまいますだから信用買いしてたら勝手に売られるし信用売りしてたら勝手に買い戻されてしまうという仕組みですね まあ、ともかくこの維持率には気をつけながら、まあ、ちょっとコントロールしながら、あんまりこうレバレッジかけすぎないっていうことですよね。無理しないってことですね。 はい。そして次の注意点ですけれども、空売りは理論上損失無限大。これもやっぱりね、すごい重要な考え方かなと思います。株は100万円の株が、まあ最悪ゼロになってもゼロ円なんですけど、まあそんなこともほぼ滅多にないんですけど、これ空売りの場合って、100万円の株価ってもうどこまででも上がっていくんで、100万円、200万、300万、400万って、こう、株価の上昇ってもちろん青天井なんで、 そこに空売りを入れるっていうことは自分の損失っていうのはもう無限大にえどこまででも損ができるっていうのが、まあ、そもそもそういう仕組みになってますよということで、まあ、やっぱり迅速な損切りとかですねそういうのは必要になってくるということですね次信用取引注意点金利ですねあの自分のお金の3倍まで借りれるとあじゃあそれでずっと持っとけばいいじゃんと思う人もねたくさんいると思うんですけれども、まあ、なかなか世の中うまいことできていまして金利というものが必ずかかってきます で計算式なんですけども、薬定代金×金利、これは年利ですね、×日数 ÷365 日で求めることができます。まあ、1日あたり、そんなにものすごい金額はかからないんですけど、まあ、ちょこちょこそういう経費かかりますよっていう話ですね。で、この金利に関しては、証券会社によって異なりますので、その証券会社、皆さんが使っている楽天証券 SBI、野村、いろいろあると思いますけれども、その自分の証券会社で検索かけると出てきます。 なので、空売りの場合も同様ですね。買ってる場合は金利なんですけど、空売りの場合は貸し株料。内容は一緒なんですけれども、名前が違うんですけれども、レンタル料が発生しますよと。この売りの場合の金利は安いことの方が多いかなと思いますね。これも証言会社によってまちまちですので、そこは確認していただければと思います。 そして信用取引の注意点、次、配当金ですね。信用外で株を買っていても、これ配当金は実はもらえてしまうんですね。ただ、注意点なのが、空売りをすると配当金を支払わないといけないっていうのがね、これかなりミソになってくるんで、だからさっきの優待クロスの話聞いて、あ、なんか配当クロスいけるのかなと思った人いると思うんですけど、それはね、できないようになってます。だから、高配当株を 権利っっっててて知らずに空売りでで、持ち越してしまった場合、配当金分を今度支払わないといけないいいいいととけんで、ね、ものすごい損すご損るっていうことがね。僕も昔これ全然知らなかった時に ANA の株を空売りしてたことがあって配当分払ったことがあるんであれなんかこのお金なんだみたいなあそうか払わないといけないのかっていうのでちょっと勉強になったことが昔あるんで、ね、これも知らなかった方に関しては知っておくといいんじゃないかなと思います。 ははいそして信用取引の注意点次は逆比部ですね逆比ぶっていうのは空売りをしている時にかかる手数料のことなんですけれどもこうものすごい株がみんなが空売りしたい空売りしたいってなって株が不足してくると逆比部っってていうのがかかってくるんですよねだから人気の株主優待とかを事前に空売りしてた場合にとんでもない逆比ぶつくことがたまにあるのでこれはちょっと注意かなと思います。 で、この逆日ぶに関して一般信用ですね最初に説明したように無期限の一般信用っていうのもありますよっていう話したんですけど一般信用だったら逆日ぶはかかりませんまあただ一般信用をゲットできたら結構ラッキーで人気の株主優待とかって在庫なくなるのが早いんでもう本当に人気のやつだと2ヶ月前3ヶ月前とかから もう在庫がないんで、逆貧乏かからないっていうメリットがあるんですけど、その2、3ヶ月の間、ずっと空売りで持っとかないといけないんで、で、その空売りで持っとくっていうことは、さっきも言ったように金利がかかってくるんで、そこがちょっとどうなるかなっていうところですね。信用取引の注意点、お次は空売りできない銘柄もありますよっていうことですね。で、空売りできる、できないってどこで見れるのかっていうと、証券会社でももちろん見れるんですけど、例えば株単っていう。 サイトを使う場合、この銘柄の左上に、貸借、もしくは信用って書いてるんですね。貸借ってここ赤く囲ってるんですけど、この貸借って書いてたら、空売り可能な銘柄っていうことですね。これ、例えばマクドナルドとかは、空売りできますよっていうことですね。で、ビザスクっていう銘柄とかだと、これ信用ってなってるんで、空売りはできませんということですね。で、例えば楽天証券の注文画面でもそれはわかるんですけれども、例えばこれ書いてやると、不正度信用、一般信用。 一日信用どうしますかってこうチェックできるようになってるんで会員の場合はこういう感じでね好きなものを選べるんですけれどもこの今度売りにチェックつけた場合にこの制度信用とか一般とかがこうグレーアウトしててチェックできないっていうことが結構あるんですねこういう場合はもうカラりできない銘柄っていうことですねなんですけど証券会社によっては一日だけのプレミアムカラりとかハイパーカラりとかまあ名前はいろいろついてるんですけどその各証券会社が各々株を貸し出ししてるっていうサービスがあるんで ものによってはこの1日信用で証券会社にかつ在庫があれば空売りは可能です。で、ここに売り立て2200株ありますよと。で、ただこれ注意なのが特別空売り量結構高いんですよね。1株あたり7円なんで、100株だったら700円空売りするだけで、もうそもそも手数料として取られてしまうんで、まあそれなりに株価本体の空売りの利益出さないといけないっていうことですね。 まあ、といった形で、こう、銘柄によっては、空売りできないものもあります。空売りできないのは、ジャスダックとか、マザーズとか、そういう中古型系は、空売りできないものが多いですね。まあ、ただ、東証一部上場企業で、みんなが知ってるようなやつは、基本的には、空売りもできるという感じですね。 はい。ということで結論なんですけれども、株歴6ヶ月未満は信用取引はやらない方がいいかなと思います。株歴6ヶ月未満ってなってくると、なんかそもそもあんまり注文のやり方、指し値なり行きとかも知らないしっていう話になってくると思うんで、板とかね、そういうまず基本的なルールとかは理解した上で、信用取引、空売りとかですね、やる方がいいんじゃないかなと思います。まあ、冒頭でも説明したように、本当にもろはの剣というか、すごい、 スピードでで利益出るんです,けどすごいスピードで損することもできるんで,である程度業績も見れてチャートも見れて株のもう売買にも全く問題ないっていうレベルになってからやる方がいいんじゃないかなと思います。 はい。最後におすすめ証券会社というところで、一株から買える LINE 証券とか、あとはポイント投資できる楽天証券ですね。まあ、僕はメインで楽天証券使ってますけれども、あとはストリームっていう日本株も米株も何回取引しても手数料無料とかね。まあそんないろいろ証券会社があるので、皆さんの好みに合わせて証券会社気になる方は概要欄から作っていただければと思います。はい。ということで今後もこのような株式投資の情報をどんどん発信していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。